世界の鉄道一覧モンゴル国の鉄道モンゴルの鉄道ではモンゴル国における鉄道のことを言う。ゴビ砂漠を行く列車モンゴル国における鉄道は1949年に創立されたロシア政府が50%、モンゴル政府が50%出資による公社のウランバートル鉄道によって運行されている。そのはじめとなるものは1938年に首都ウランバートルから炭鉱のある。 奈良イフまで 43km を 750mm 期間により、開通した鉄道で、その後1951年にソビエト連邦の支援を受け、中華人民共和国内モンゴル自治区のエレンホトから、ソビエト連邦のナウシキまで 1113km の南北縦断鉄道を完成させた。この南北縦断線は、ソ連側のゲージ 1520mm を採用しており、 中国からロシアを通ってヨーロッパへ行く直通列車はエレン駅で台車交換を行っている。当初は中ソ網の有効で建設されたため 2520mm でゲージは統一していたが、後の中ソ対立の影響で1965年10月に中国側が標準機の 1435mm に改め機した。しかし、 ソビエト連邦の崩壊後は中国がモンゴル最大の貿易相手国になったことも受け、2014年10月にはモンゴル政府が提案したタバントルゴイの遊国ウダグとオユトルゴイ鉱山と中国国境のガシューンスカヘイトを標準機で結ぶ全長2 4 0トルの鉄道建設を議会が可決している。東部貨物船エレンツァブ駅に到着したチョイバルさんからの 列車現在では南北縦断線とその支線、さらにモンゴル国北東部のシベリア鉄道の支線をソロベニスクからモンゴル国内まで延長させる形で建設された貨物鉄道線を合わせ 1800km 超の路線を保有している。同国では旅客。しかし社会主義経済の停滞による混乱などから整備は行き届いておらず、設備の多くが 老朽化して災害などによる運休も多発しており、現在、韓国の支援を受けて近代化を計画している。日本は JICA を通じて、鉄道輸送力整備事業を二度にわたって、実施、軌道や車両、修理工場、通信施設などの整備や更新を支援している。本線では、ロシア、中国両方向に、国際列車が運行されており、中国の鉄道、 モンゴルの鉄道そしてシベリア鉄道を経由して、北京もスクワ間 7826km を運行する計3、4次列車も設定されている。なお、最も乗降客の多いウランバートルの中央駅でも、1日の発着旅客列車の本数は20本にも満たず、貨物列車も十数本のため、列車本数はさほど多いとは言えない。ありがとうございます。